皆さんこんにちは、ナッシーもこんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日は黒澤明×和夫石黒生きるリビング感想編ということで、僕もナッシーも生きるリビング、まあ、イギリス版の生きるですね、はい、を見てきたんで、それの感想を言い合いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、僕から話してもいいですか？僕から話して。そうですね。そうですね。はい、ちょっと予習編をね、聞いてない方向けに言うと、まあ、元の黒澤明版がかなり癖強だったぞっていう話を、この時にしてもらって、うんうん、なんかひもて親父の最後の6ヶ月みたいな、ちょっと本当に、いや、大好きな映画ですよ。名作で大好きな映画ですけど、ちょっと話をさせていただいて、うん、それを、加藤石黒版の脚本で、どういうところが変わったかっていうのが、うん、ポイントなんじゃないかっていう話をしたんですけど、うん、まあ、見てきてまず驚いたのは、まあ、元の黒澤版が2時間20分ぐらいあるんですよね。うんうんうん、でそれが今回は2時間ぐらい、2時間ないぐらいか。1時間50分ぐらいになってたんで、単純に30分減ったなって思いました。うん、で、うん、そう、すごいスッキリしたなっていう作りになってましたね。うんうん、で、まあ、ちょっと予習編の時に言った、ひもて親父の、ひもて親父感、うん、なくなってましたね。綺麗に、もうね、素敵な人だったもんね。なんか悲しいけど。イケてる英国紳士の、うん、最後の6ヶ月みたいな話になって、なんだろうね、役人の違いなのかわかんないですけど、こう、黒澤版は、こう消去法的に、なんかあんまり自分の仕事に対してこうプライドを持ってない感じの主人公像な気がしてたんですけど、好きでこの仕事をやってるわけじゃなくて、まあ生きているために、お金を稼ぐために、家族を養うために、この仕事をしてますみたいな感じだったのが、なんかこのイギリス版は、なんかね、なんかちゃんとプライドと誇りを持って仕事をある程度はしてるのかなっていうような。うん。しましたね。ありつつっていうところで、その、まあ、ひもて感がなくなってましたよっていうのが、まあ1点目と。うん、うん。2点目は、その黒澤版は、なんかすごい、隠してないテーマで官僚批判みたいなのが入ってるよねっていう話をしたと思うんですけど、うんうん、そこは割とさらっといったなみたいな感じは。あ、もっとねちっこく批判してる。いや、もう本当にその減った30分のうちの20分はそこだったんじゃないかなって。ちなみに今回感想編なので、ネタバレガンガンしていくんで。あ、そうですね、そうですね。はい、ちょっと よろしくお願いしますというところで。はい。はい、で、元の黒澤版は、うん、まあ、これ、大きく分けて、2パートに分かれると思うんですよ。うんうん、まあ、前半の部分と、で、ちょっとここが核心ですけど、映画の真ん中で、いいですか、映画の最後じゃないですよ。映画の真ん中で、主人公亡くなります。うんうん、で、黒澤版の場合は、そこで、お葬式のシーンが始まるんですけど、うん、まあ、そこで、やんやかんや、なんか役人として官僚批判をそこから延々と始めるんですよ。ああ、なるほどね。そうか、そういうところがない。そう。で、それが、この、和夫石黒版は、まあ、役人4人が移動の電車の中でちょっと話し合うみたいな感じ、ね、うんうんうん、で、それもなんか妻飛ばしながら喋るっていうよりかなんか落ち着いたトーンでね。うん、うん、あれってこういうことなんじゃないですかねみたいな感じの話をする。だそこにだいぶこう、関わってる人数とか盛り上がり具合が全然違うと。ああ、そうなんだ。なるほどね。なるほど。だし、冒頭で、予習編の時にも言った、官僚批判のためにこう、役所をたらい回されるシーンがあるよ、みたいな。シン・ゴジラ風だったって。そう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 。ね、まあなんか、縦割り行政っぽい感じがあるよ、みたいな話をしたと思うんですけど、うん、まあ、今回一応あったはあったじゃないですか。うん。でも、まあ言うて、まあちょっと体感10分、1分ぐらいだったと思うんですね、そこのシーン。1分15分ぐらいだったと思うんですけど。あれもっと長い。もっと長い。そう。もっと長いですよ。そう。で、もういいよ、このシーンみたいなことを思わせながら、こう、役人にたらい回されてる人たちの感情を、こう、追体験させようってんのかな、みたいな。かなり、ねちっこい作品だったんですよ、ね、そこら辺が。だから、なるほどね、だからそこの2つが大きく違ったなっていうところ。ひもて、おじさん感がなくなった、うん、まあ、英国、まあ、なんだろう、うん、まあ、ちゃんとなんか社会的地位のある、英国紳士に変わってたし、で、二つ目は、官僚批判のところは、まあ、割と、その、
大きなテーマというかね、とかサブテーマぐらいにしっかり押さえたな、うんうんうん。で、まあ、三つ目としては、ゴンドラの歌っていうね、テーマソングの、うんうん、命短し、うん、恋して乙女っていうところがあったと思うんですけど、そのテーマソング残るかな、残らないかな、みたいな話をしたと思うんですけど、ね、見事に変えてましたね。ね。でもやっぱり歌は残ったね、本当に、ちゃんと要素として。そうね、なんかすごい心に染みる歌というかね、うんうん、いうところであって、で、なんか、そこをなんで変えたかっていうところのなんかコメントがあって、ほうほうほう、ほう。その、まあ、要は、なんか命短し、恋せよ乙女っていうフレーズが、なんかその、和夫石黒さん的には、なんかその、うん、命短いみたいなことをなんかあんま言わしたくなかったみたいなことを言ってて、そう、なんか、その、今回の、その、生きるリビングの方だと、イギリス版だと、なんか、主人公が決定的に生きなくなったのは、妻の死を迎えてからだっていう、なんか、解釈らしくて。なるほど。確かにね。そこにビフォーアフターがあるよと。だから、妻が亡くなってから、うんうん、その、彼はちょっと変わってしまったんじゃないかっていうような解釈を出てて、うんうんうん、そう。なので、あくまであの歌は、なんかこう、まあ、亡きふるさとというかね、うんうん、亡き妻というか、そういうなんか、そういう、ちょっと、うん、まあ、昔を思い返しての歌っていうところにちょっとしたいかったなみたいなことを、なんか、和夫石黒さんが言ってたらしいという。なるほど。話がありましたね。うん。なんで、まあ今ちょっとね、まあ気になったところちょっと3つほど上げては見たんですけど、うんうん、うん。私を話さないでっていうね、和夫石黒さんのその原作の映画の時にも感じたんですけど、うんうん、その、うん、割と、全体としてね、さっき言った、黒沢版の癖強がなくなったよって言って話したじゃないですか。うんうん、その結果、パッと見の中、その強烈な印象みたいなところは、確かになくなったんですよ、うんうんうん。確かになくなったけど、なんか見返すにはちょうどいい感じにはなったのかなと思ったんですよね。うん、なんかそこまでこう体力を使わなくていいという、うん、こう不意にあちょっと生きる見返したいなってなった時にこう、うん、もう少しさらっと見れそうな感じの。なるほどね。味が濃ければ美味しい料理というわけでもないじゃないですか。確かにね。確かにバランスというか。そう、ただまあもちろんね、た時にはなんかこうパンチの効いたもの食べたいっていうのはあるとは思うんですけど、ただこう、味が良ければ全ていいか、味が濃ければ全ていいかって言ったらそんなことはなくて、その、薄いところに、薄味には薄味の良さはあるかなと思うんですけど、まああくまで比較するとっていうね、うん、52年のやつと比較するとって話ですけど、まあ確かに、その、癖強じゃなくなった分、その、パンチの強さみたいなとか、印象の強さみたいなのは減ってはしまったと思う。なるほど。やっぱり、そうなんだ。パワーが。減ってる感じがあるんだね。ただこの作品のメインターゲットは誰かっつったら日本人じゃないんですよね、当然なんですけど、うんうん、要は、うん、イギリスを舞台にイギリス人に見てほしいと思って作られてる作品、うん、まあそこはなんかお国柄の違いというかね、うん、だからインド映画はインド映画っぽさがあるし、うんうん、日本映画は日本映画っぽさがあるしね、ハリウッド映画はハリウッドっぽさってあるじゃないですか、うんうん、ということはまあ当然イギリス映画にはイギリス映画っぽさがあるわけですよ、うん、その違いと考えれば、いや、なんか、うん、面白いし、なんかいい作品だったなとは思いました。うんうんうん、っていうのが、まあ、私がこの映画を見て思ったことなんですけど、結構僕は収録直後に行っちゃったんですよ。前回見る公開前にね。で、まあ、今、それから結構時間が経ってしまったので、ちょっと印象が若干さらに薄れてしまってるっていうね。いつもは収録のね、前日とか当日とかに見に行って、一番記憶に残ってる状態で、その熱量とともにこう話すようにはしてるんですけど、今回ちょっと、早く見に行きたすぎて、ちょっとすぐに、ね、行ってしまったがゆえのというところで、でも公開から今ね、もう10日ぐらい経っちゃってるんで、ね。そうか、そうか。まあ、あっさりした感じはありましたし、脚本を知ってるからね、その部分で。うん、そうね。脚本の新鮮味みたいなところは、うん、基本的には同じストーリーなので、ね、忠実なんだろうなって感じはしますけどね、うん、私忠実だったね。もう一個は黒沢版はなんか最後、うん、ここで終わんのみたいな感じで結構
終わったんすけど、うん、まあ、今回はなんか、あ、なんか後味すごい良くなってたなって思いました。うーん、前はなんか、みたいな感じの。そう、ここみたいな感じだったんですけど。ね、そこはちょっと見、だからまあ全体的に見やすくなったっていうのが印象ですね。時代と地域にしっかりチューンアップ仕上げられてっていう感じ、うん。そうね。そう。だからまあ、今回もその若い、まあ、元職場の子とちょっとこう、二人で行って、あらぬ噂が立つみたいなところはあるとは思うんですけど、うん、そこの癖もだいぶなくなってたんじゃないかなって。だしなんかまあね、それがなんか世間的に許されないみたいなことはまあ劇中でも描かれてはいるのでっていう感じだったかなと思ったんですけど、ナッシーはどうでした？ちょっと延々と語ってしまいました。あ、いえいえ、ありがとう。私もうまとめてきたのあるんですけど、あ、ぜひ、はい、どこから話そうか。まずこれ自分で、あ、まず私は日本の生きるを未視聴です、うん、まあ、あの、なんだろう、おそらく10年前ぐらいにさらっと見てしまったみたいなぐらいの感じですよね。はい、そう、生きるは知ってる、でリビングは見たっていうところで、うんうん、比較はできないっていうところで、うんうん、そう、むしろ新鮮な気持ちで見れたんじゃないですか。そう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 、それはありましたね。だその感想はね、まあ、僕と対比する意味でもちょうどいいんじゃないかなとは思いますね。3つ書いて自分が最後に出したのが、うん、あの役者さんビル9、ね、やっぱりそう、うん、いいよなって思ったね。うん、あの、うん、声がいいよなって思った、うん。もうおじいちゃんなのに背筋しっかり伸びててっていう、その、英国紳士の。だからそれすごい怖かった。その、結構かっこいいなと思いながら前半部分を見てて、ここから、こいつが、なんか、恋に狂うのかというか、あの、今までちゃんと英国紳士してたのに、うわ、ちょっと見たくないなとか思って、うん、だけど意外とね、うん、なんかそういう行為もあるけど、うん、思ってることは違うんだって、すごいスッキリ、今回のはスッキリってすごい良かったな、うん、で英国紳士をね、やっぱりビル9が演じてるとかっこいい、うん、あの決めてて、うん、あの様式美はなんか日本でいう侍っぽいよなっていうのも思ったね、うんうん、なんか挫折した侍としてっていう、そういう感じがイギリス人にはあるのかなっていう感じ、うんうんうん、なんかちょっと黒沢っぽさも匂うテーマかなとは思うんですけどね、うん、だってあの黒沢版の生きるの主演の人、あれさ、七人の侍の中心人物ですよ、うんうんうん、あとなんかもう一個近かったバージョンとしては、うんうん、あの黒沢版はあの、まあ、途中でなんかあなたガンですよってこう告知されるシーンあったじゃないですか、うんうん、黒沢版はとんでもないことに医者が教えてくれないんですよ。そうなんだ。そう、要は今でこそインフォームドコンセントってあるじゃないですか。患者に正しく伝えて正しく治療を行いますみたいなのがあるから、はいはい、まだ多分それが未整備のせいなんで、あの医者は頑なに、そう、本人はなんか、いや、この症状はなんか胃がんじゃないかってこう思って、お医者さんに、いや、私胃がんですよねってこう詰め寄るんですけど、お医者さんは堅くなりになんか平然な顔しながら、いや、まあ胃潰瘍ですね、みたいな感じで。そんなシーンだ。そう、一心にごまかすっていうね。だから、そこで脚本の妙なのは、あの、元のやつだと本人が胃がんってことを知ってるか知ってないか分かんないよねっていう。そうなんだ。そう、ところがあるけど、今回は本人は知ってるっていうことを知ってる人がいるっていう。なるほど。そこのね、違いがまずありましたね。なるほどね。確かに深さと分かりやすさというか。まあその英国紳士の威厳は保たれたって感じですか。うん、英国紳士のビル9が良かった。見てるとね。もう死んだように生きてる前半も、やっぱり良さがあるよね。うん、その、いい、前提になんかいい志がある中でっていうのが匂ってる感じの、あんだけ様式、うん、を守ってる、尊重してっていう感じのところにあったな、うん、そうね、日本人結構好きなんじゃないかな、英国紳士っていうもの、うん、あの喋り方とかもいいよね、なんか退屈な話をみたいな、このボーリングだけどみたいな感じで、まずは自分の死のことを言おうとしてる感じとか、うん、うわー英国紳士っぽいって感じがして、うん、好きな役者さんって言ってたけど、わかるなと思いましたね、うん、そうね、ちょっと素敵な感じがしていいっすよね。あの、まあ、好きになったきっかけがあの、アバウトタイムっていう映画なんですけど、うん、だからそれはあの、あんまりそのロジックは全く説明されないんですけど、とにかく、
時間を自由に巻き戻れる特殊能力を持った家族の話で、その、まあ、そのお父さんね、今回の生きるリビングの主演の人がお父さん役なんですけど、いや、俺ももう何回も人生やり直してるからさ、みたいな話をしてて、で、息子に、で、親父は人生やり直すたびに何してんのって言われたら、いや、ずっと本読んでんだよ、っていう話せつ、セリフがあって、めちゃくちゃかっこいいやんけって思いながら。俺の理想じゃんとか思いながら。いや、刺さるポイントが独特だと思うけどな、それはなんか。いいなって。俺もこのおじさんみたいに人生やり直してもう一回本読みたいなとか思いながら。なるほど。でね、かっこいいよね。うん、歌のシーンもすごい良かった。ビルナイが歌うところも。その、初めて歌う直前まで、なんかとりあえず一通り遊んでみるみたいなシーンがあったと思うんで、うんうんうん、これはね、黒沢版のね、あのシーンがね、とにかく激しいんですよ。うん。なんかもうキャバレー行って、うん、あのもう女の子に囲まれながらもうやんややんややんや見るみたいな感じ で今まで遊んだことないからちょっともうとにかくどう振る舞ったらいいんだろうみたいな、どぎまぎしながらみたいな感じ、うんうんうん、だそこもやっぱそこの演出もだいぶ抑えられてたなっていう、うんうん、元の方が全然激しかったというか、うん、それが1点目ですね。はい、はい、2点目が、うんうん、まあ、脚本というかストーリー、これは別にリメイクなんで、うん、元の生きるがすごいっていうところだと思うんだけど、うんうん、やっぱり、その、亡くなって、葬式で話してっていうところで、その人物を語っていくっていうのが、うん、いや、いいよなっていう感じが。うん、今回も列車の4人、うん、列車っていいよね。景色も綺麗だし、うん、あのね、全部映るイギリスの、うんうん、そういう愛が。和夫さんとかは特にね、ある方だと思うんですけど。列車のシーン、なんか、何が言ってたか、陰影がすごい僕は良かったんですよね。このルックというか、うん、その、うん、日差しが入りながら、でもその室内の方は暗いから、その顔の半分には光が当たって、もう半分は暗くてっていう、うん、あの、ルックの良さ。いや、いいよね。うん。いや、そうなんですよ。私、それ3つ目なんです、その。あ、ちょっとじゃあ、そしたら歌おうで、歌おうときましょう。はい。でもあんまり本は本当に語ることなくて。うん。やっぱり綺麗な、ずっと歴史部類にかけられてる中で名作としても、うんうん、残ってる本を元にきっと忠実に守ってるんだろうなっていうところで、うんうんうん、出来だったなって。やっぱ味付けがあっさりしてるけど、うん、それゆえにねっていう感じの本だったかな。そうね。まあ、テーマの部分もちょっと難しいと思うんですよ。説教臭くなっちゃうし、うん、あの、チープなものになりがちの、しっかり生きなきゃっていうところが、あれ、説得力が、やっぱり見てる人の心を動かすというか、元気が湧いてくるっていう感じの、なんかね、難しいけど、でもなんか、変われるかもしれないみたいな、そういう映画だと思うのが、残ってるのが、いいなって思いましたね。その、結構、ネタバレでちょっと注意しなきゃいけないと思って、あの、予習編の時にも言わなかったのが、うん、あの、途中で死ぬっていうところなんですよね。うん、物語の。うん、途中から、なんか一応不在になっていくというか。うん、で、なんかこの、不在の人についていろいろ話す映画って結構、まあ名作が多いんじゃないかなと。うん、まあ、それこそあの、霧島部活やめるってよっていう、まあ、好きな邦画がありますけど、あれも霧島は最後まで出てこないっていう、ね。うんうんいうのがありつつ、だからあそこはちょっとネタバレしちゃいけないだろうなと思って。なるほど。うん。だからあそこは一個なんかえっていうこうなんかちょっと、うん、サプライズの部分とかここで死ぬのみたいな。そうだね。そこで勢いがついて、そう最後しっかり乗れるところだから確かに。だから直前までが一番気持ちよくなるシーンなの、うん。なんか主人公がいや俺はこれから生きるんだ、これのために生きるんだって決意をして、しゃあ行くぞって言った瞬間の元のやつの。元のやつはナレーションが入る、そこで。いいね。彼は、この6ヶ月後に亡くなった、チーンっていうところから始まるんですよ。ジャパンだもんね、チーンだよね、やっぱり亡くなった。そう。そうでも、いきなり葬式から始まるんだ、ところで。うん、まあ、だからまあ、まあ、本というかね、元の子ストーリーのそもそも面白い、うん。展開いいよね、テーマと、この展開の仕方。うん、じゃあ、ちょっと3つ目をちょっとお願いします。三つ目が光とピントの演出の部分が、やっぱ綺麗だったな。うん、だあんまり最近そういうの見てないからかもしれないんですけど、やっぱりいいなって、うん、ああいう演出の映画。リスペクトを感じた
気がします。そのカメラに映るものだけで撮ってた CG とかない時代への敬意みたいなのが結構あったかい感じがして。まあ、だからそのいわゆるこうアクション映画ではないじゃないですか、これって。うんうん、そのまあヒューマン系っていうくくりになるとは思うんですけど、まあ、だからこそこうじっくり絵を見せるというかね、うん、まあ、こっちもまあそのじっくり絵を見る時間があるというか、見てる方も。だからこそ多分そういうのに気づくところもあるんじゃないかな。なんかいい絵作りしてんなっていうところのね、うん、全体として。ね、なんかそうなんだろうなって感じが。黒沢さんって言ったら、やっぱり向こうでもそういう光とかフィルムとかそういうものの象徴なのかなっていうふうに感じたね。あのなんか暗い中から出てくるところとか、ピントがブランコで合わないところとか。そう、あの暗いところから出てくるやつ。あれ、元が白黒だから、元の時見たときだから、何が起こってるのかよく分かんないなと思いながら。暗いもんね。久しぶりにあんな暗い画面見て、でも、そうかって思える。今回はその、カラーだから、なんか、吐血してるっていうのがちょっと、まあ、匂わせてるんですけど、分かったけど、元は白黒だから、なんか、今、これ何を見せられてんだみたいな、考える時間が必要だったというかね。なんかね、だから素敵な映画だったなと思いますよ、うん、本当に。久しぶりにこう、なんだ、落ち着いてじっくり見たなっていうような感じ、うん、なんかこっちもこう考えながら見るというか、うんうん、っていうのは良さとしてありましたよね。うん。いいところかな、本当に。なんかでも、大人向けって言ったらあれなんだけど、うん、私も多少成長して、こういう映画いいと思えるようになったのかもしれないなっていうふうにも思ったかな。うん、そうね。やっぱ世代としてはね、割と年齢層上の人向けっていう感じは、あるは、あるけどね。まあ、これはどうなのかわかんないけど、こう、若い時、まあ、あくまで割合の問題として、うん、なんかやっぱ若い時って、こう、何のために生きるのかって考える人は、そんなに多くないんじゃないかなと思ってて、うんうん、なんでかっていうと、良くも悪くも、目の前にレールが敷かれてるんですよ。うん、これが、いい選択肢だよっていうところがあって、うん、ただそれがこう、まあ、晩年になればなっていくほど、なんかその自分の価値観とかもある程度こう見えてきた上で、まあ、より選択が幅が広がりもするし、この肉体的な衰えもあって狭まりもするしっていう、こうなんか絶妙なライン、うん、自分でこれだと思ったものをなんかちゃんと選んでいかなきゃいけないっていうところが、まあこの生きるっていうテーマになってくるのかなと思いつつね。うんうんで、あとはなんか元とやつと違ってて、ちょっと僕は残念だったところで言うと、なんか元のやつは、あの、要は、今回あの、公園を作りたいっていう、こう市民の声があったわけじゃないですか。で、元の方だとその声を上げてた市民が何人かいたと思うんですけど、今回だと3人ぐらいがいたと思うんですけど、あの人たちが、お葬式に、で、がっつりフィーチャーされるんですよ。なんかもうこう、乗り込んできて、すいません、つって。お線香だけでも上げさせてください、みたいな感じで乗り込んできて、本当にありがとうございます、みたいな感じで結構あ、めっちゃ市民に感謝されてるじゃん、みたいな。みたいな。ここ、なんか、周りは認めてくれなくても、少なくともこの人たちにはちゃんと届いたねっていうところのシーンがあったんですけど、そこは、なくなってたかな、っていう。さらっとしてたというかね。さらっとしてた感じですね。一応なんか、お葬式場にもし、その、声を上げた市民の人たちはいましたよ、ぐらいな感じの演出になってというか。うん、あとやっぱ、まあ、さっきのストーリーのところにも繋がってくるとは思うんですけど、切なさのポイントとして、うん、最後、命を燃やしたわけじゃないですか。うんうん、そんな彼の最後を見取ったのが、うん、まさかの駐在員さんというか、警察官、ただ一人の警察官というかね、うん、そうで彼のその後悔もちゃんとどっちでも描かれてて、うん、いやあの時僕が声かけてればみたいな、あんな風に彼を死なせずに済んだのにみたいな、うん、ところのその切なさポイントと、だからこう客観的に見るとこんなに市民のために頑張った公務員が雪の日に一人寂しく死んだみたいなところはありつつ、ただ演出、ちょっと演出としてはでも彼はなんかすごいなんか幸せそうに歌を口ずさみながら行ったっていうところ、うんうん、だからなんかさあそこはもしかしたら良かったのかなっていう、こうなんか絶妙なバランスだなっていう、うん、バランスだよね、調子、それがなんか調子した後の感じが、あこれはどっちの感情に振ればいいんだみたいな、そうえってどっちだみたいなねっていうところ、うん、まあそこは残ってて良かったなっていうポイントでしたね、うん、そんな感じですかね、
そんな感じですかね。あと私、息子さんのシーンも好きでした。あの、お葬式の時に君は知ってたのかいっていうふうに、うん。ああ、はい。あそこはだから元にないとこなわけですよ。ああ、なるほど。元は誰も知らないから。本人も確証を得てないから、多分そうなんだろうな、みたいな感じで。でも、あそこを、のその、まあ、まあ、ヒロインって言っていいと思うんですけど、うんうんうん、の人が、涙をこらえながら、なんか、それは私の口からは言えませんっていう、あそこよかったです。ね、よかったね。大人だっつって。大人の映画だと思いながら。大人だよね、なんか全体。そう。もう、みんなまで言わせんな、みたいな感じで。わかるでしょ、見てる人も、みたいな感じの。うまいかな、私、これで語りたいことは。そうね。あとその息子関連で言うと、うん、息子の回想シーンあったと思うんですけど、あそこもね、黒沢版すごいねちっこくて僕好きなんですよ。あのいや、何がすごいって、あの、要は、あの、なんか息子が戦争から帰ってくるみたいなシーンがあったと思うんですけど、あれはまあ時代的にも、あの、まあ、第二次世界大戦終わって帰ってきましたみたいな感じだと思うんですけど、うん、あれ、黒沢版はなんかそこがもうちょっとだから長尺で、かつ、あの、電車に乗って戦地に向かうところも描かれる。うん、で、まあ、我々日本人としては、まあ、日本がそのね、戦争でどういう結末になったかっていうのは分かってるじゃないですか。うんうん、ある程度、なんか、まあ、学校とかでもなんか、その戦時中にどんなことが、まあ、どんだけ大変だったかみたいなね、うん、その実際の兵隊さんが、っていうところも知ってると、なんか、うわーっていう、彼はこれからそこに、父に向かうのか、みたいな感じ、うんうん。っていう、こう、主人公、父親にちょっとこう、その、父に向かう、こう、息子を見送る、父親の心情にもこう共感はできるし、さらにそこから戦争には負けたけど、あ、息子が帰ってきてくれたっていうその喜びもあるわけじゃないですか。うん、敗戦国日本人としては、うん。だからそこもね、なんか、いい演出をしてたなっていうところで。うん、そう、だから皆さんね、ストーリーは分かったと思うんで、改めてね、ここで改めて、黒沢版ちょっと見てほしいですね。そうですよね。良さがね。そう。まあまあまあ、まあそんな感じでね。でも本当いい映画だったなって、見に行けてよかったなと思いますね。うん、この、今、この時に、生きるに触れられて。どんな人にお勧めしたいですか？どうなんだろうね。なんか今、ふと思ったけど、女性見るとどういう感じなんだろう。その黒沢版は見れないと、見れないとおっしゃってたじゃないですか、今の、ね。まあまあまあ、わかります。はい。そこは、あの、そこは同意しますよ。でもそんな関係ないか。まあね、社会人、うん、うん。うん、あ、どうぞ、社会人？社会人の人じゃないかな。なんか、若めの25歳とか、あの、まだ、なんだっけ、あの、リビングに出てきてた新人の男の子ぐらい、次の世代として託されたというか、あの子ぐらいたちが見ておくと、役に立つんじゃないかと、この映画は。共通でね、みんな蝕まれるっていうところは、そうね。やっぱりあると思うから、それを、できるだけ軽減するっていう部分で勉強になる、うん、映画の使い方として違うかもしれないけど。いや、僕は正しいと思いますよ。あの、人生を学ぶという意味ではね。うん、まあ、別に映画からね、必ずしも人生を学ぶ必要はないんですけど、他の人の人生を追体験できる、すごい便利なツールっていう見方もあると思うんで。うんうん、で、ほっといたら人間、同世代としかつるまないじゃないですか。うんうんうん、まあ、それはね、年上と付き合うのっていうのは一定の難しさはあるかなとは、うん、まあ、難しさなりめんどくささなりがあるかなけど、うん、ただこうやっぱ、人の振り見て我が振り直すじゃないですけど、いずれ自分も来るところなわけですよ、そこは。うん、いやそこをなんか先に追体験しておく価値はあるなと思ってて、うん、まあ、これちょっと、翻って僕の具体例で話すと、うん、僕はあの、若さというものに気づいた瞬間というものがありまして、お高校生の時だったんですけど、なんかあの、母が、地元のなんか、まあ、ママさんだけじゃないんですけど、まあ、ママさん、パパさん、バレーみたいな、ちょっとたまに行ってたんですよ、うんうんうん。で、僕がそれに参加した時に、うん、まあ、全然バレーの経験とかないですけど、めちゃめちゃ活躍できたんですよ。素敵な思い出です。なんか。で、まあ、要は、まあ、そこでなんか、まあ、ちょっと自己肯定感が上がったっていうのは置いといて、うん、みんな気持ちと体がついていってないんですよね。あ、だそこで、うわ、これが若さかって。なるほどね。思ったんですよ。いや、別になんか、その、周りにいた人が運動音痴とかそういうわけじゃなくて、単純に、そういうものというかね。確かに、まあ結構普通に生活してると、老いなんてわかんないよ。でもちろんその若いのは僕一人じゃなくてね、他にも何人か、息子さん、娘さんとかが来たりして、なんかバレー
バレエやってる娘さんですみたいな感じの人もいたりしたんですけど、あのやっぱね、動きのキレが全然違うなっていう、うん、あのでもそれってその場にいて体感して初めて腑に落ちたところだったんで、うん、あじゃあもう今のうちにめっちゃ体鍛えなきゃと思ってでめっちゃ鍛えたんだもんね、もっと走り込みしようとかね、もっと筋トレしようみたいな感じでちょっと思いましたよね、腑に落ちた瞬間っていう、うん、ね、腑に落ちるからね、みんな言ってることだけど、うん、やっぱり理解できなくて、うん、でもまあ全部続き根本的に変わるのは本当難しいことなのかもしれないけどとか、なんかそういうところ。だからその、まあ、生きるで言うと、そのがヒットした理由って、やっぱり多くの人の共感を得たっていうのはあると思うんですよ。うんうん、っていうことは、まあ、ほっといたら、もしかしたら人は意識しないと生きれないのかもしれない。うんうん、っていうところを、この映画を通して人生を追体験することによって、もしかしたら若い世代の方が、より学びが多いのかもしれないな、うん、とこはありますよね。まあ、なんて説教臭い話をしましたが、確かに説教臭い話をしましたが、まあそれはそれとて、まあ、普通にいい映画だと思って、うんうんうん、説教臭い部分は置いといて、かっこいいからね、まあ、ぜひ見てほしいなというところと、まあ、これでその生きるリビングを見てね、少しでも面白いと思った人は、まあ、僕はぜひね、これを機会に黒沢版も違いを楽しむという意味で見ていただけるといいんじゃないかなというのがおすすめですね。うん、そうね、2つ見て楽しさ見栄えって感じでしょうしね、これは私も。じゃあそんな感じでいいですかね。はい、そうですね。本日もお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね。